い、こんにちは。今日はですね、会社に、いきなり届いた新グッズ発表の日です。練習の日じゃなくて新グッズ発表の日なの。そう、それがこれです。じゃん。さあ、これは何でしょうか。皆さんは何と答えるでしょうか。玉手箱。イエス。はい、開けてください。いきます。じゃじゃん。できました。なんとこれは皆さんからの要望も多かったリンゴルフマーカーです。すごく可愛くできました。じゃあめっちゃリンゴルフって書いてある。下が帽子につけるのがこのリンゴルフですね。でこれがマークつけるやつです。でそのケースがこの玉手箱になってます。はい、こだわりのポイント教えてください。今回いろいろ悩んだんですよ。悩んだんですけど、デザインはオリジナルのロゴでいきたかったんですけど、緑にしたらゴルフ場グリーン場見えない、みんなが見つけられなくなっちゃうというのがあったんですけれども、この周りのですね白枠をですね太くすることで見える。はいはい、ゴルフ場に置いたらこういう感じになります。見やすい。見えますね。全然遠くから見てみましょう。遠くから遠くから見たらこんな感じ。いい感じです。こんなキラキラしてます。後ろもこんな感じです。磁石も強い。はい、こだわりポイントはまずリンゴルフのこの下の文字をバランスよく高さなども配分しました。でさらに大きくしました。結構普通のマーカーよりもマーカーそのものもね大きくなってます。でこの磁石のねこのひっつき具合もいろんなところにひっつくようになってます。でここに一つ磁石がついてます。なんとですね今回コンペリンゴルフオープン九州会場からイベントに持っていきます、はい、まずはイベントで先行発売をしていきます。ネットの発売はちょっと様子見てからです。はい、で白川にね間に合わなかったんですよね。はい、税関が取らなかった、はい、そういう諸事情もありましてですね間に合わなかった商品ですがこちらイベントに持っていくことになりました。やっと届きました。あとプレゼント企画とかで何個かプレゼントするかもしれない。そうですね。はい、じゃあ練習しましょう。はい、じゃあついでに練習してください。練習最近練習してますか。靴変えたの。靴さっき買ってきたの。なんでさっき。ここの何ですか。プーマのスパイクです。めっちゃいい。これ明日雨ですよ。だから早朝する52度。最近何意識して練習してるんですか。ジャストで当てる。ジャストで当てる、うん、打ち込むとかしない。最近距離は伸びたんですか。伸びた。振るのをやめたら飛距離が伸びた。 9番で何ヤードぐらい打ってる。9番でキャリーで130ぐらい飛ぶのが来てる。あ、右ラウンドしてる最中。始めた時にもらった5番ウッドを手に入れたらめっちゃ使いやすかった。だからこれを使っていくと。どっちも出ますね。飛ぶのと高い球があんま振らなくても飛ぶ。まだあったら
あ、届いた。軽く振っても届くんだ。これマジでいいよ、このくらい。持ち玉はフェード？スライス。に合わせて体が回るんですか？ヘッドを感じながら上げてるんですか？ヘッドを感じながら上げてないです。上げてない。振る量で体を回す。自分から自らこうとか、こうとか回してこうっていう。左に曲げるんですか、大体。左に曲げる球がいいの。大体そう。でもたまに最近は左足下がりとかはこうやっていくのが難しいんで、左足下がりとかつま先上がりとかはもうこういうカップでいくイメージ。イメージでやるとちょっと左足下がり開いて上げる方向もちょっとこっちにして。確かにスイング変わったな。土台は僕一番大事な土台静か。土台っていうのは右足ですか左足ですか？足全部なのね。なんか水の中にいる感じ。みんなプールの中にいるの。そう、足は水の中にいて、うん、なんか言うこと聞きづらいよみたいな。ピカピカしてて、浮いてるの。浮いてる。そう、足は水の中にあるイメージで、うん、水の中にあったら急にさ、今すくって打ってんじゃん。お疲れ様です。でこういうの出たらおじさんはよくこうやって練習しよう。その球はいいの？最初はガンガン低くてこっちに土台を止めてしっかり左に振っていく練習して、それいいじゃん、いいね。そうすると何ができるの？土台ができる。下半身いらないじゃん。うん、下半身はこの状態で全然打てますよみたいな。で、動かなくなるからまた手がしっかり動いてくるからまた元に戻して何か体が暴れてるから止めてるってこと言ってるの？そう、体が手が動かなくなって体が行こうとするからミスが出ちゃうから。でも動きが変わった。その下半身から行くっていうのはなくなったっていうことやね。1年前からフーンってやってたもんね。ダウンでも、うん、フォって言うんだけど今は下半身はフール、うん、それぐらいボール高く上がるようになりました。うーん、それ高い。食べた。はい、ヘッドはエポン。ハノマタエポンです。ハノマタさんエポン。何が変わったの、これ使って。でかい、飛ぶようになった。めちゃでっかいですよ、すごく。あとやっぱヘッドがすごい効いてるから
ラフとかも抜けやすい。あとまあソールが滑ってくれるからね、こんだけある分。やっぱりそういうのは感じるもんですか、滑るとか、うん。前はヘッドが効いてなかったから軽かったし、その分やっぱ深いラフは全然打てなくなったし。だって重いボールクラブ振れないって自分で言ってたもんね。シャフトが軽い、うん、だからそんなに重く感じさせない、うん、やっぱしなり感かな、しなり感がいいのかもしれない。シャイグサさんの最近のドライバーが進化していると本人が自分でアンに言っているので、それについて聞きたいと思います。また古いの使って。結局ですよ、うん、なんか試合もすぐあるじゃないですか。ああ、さってね。なんでやっぱりこの慣れ親しんでる方で出るという。飛ぶんですけど、向こうの方が18号飛ぶ、あっちの方が絶対飛ぶ。18号持たない。そしてまた15年前のドライバーに戻った。15年もやってないから。さあ、あの観覧車に向かってまっすぐ打てるのでしょうか。観覧車ね、すげえ、ちゃんと打った。フェードだけ。いやいやいや、フェードじゃないっすよ。フェードに感じる。いや、立ち方からもうドロー打つつもりで打ってるし。ストレートだ。うん、ストレート、ストレート。よいしょ。結構飛んでるじゃないですか。結構飛んでる。新しい方行ってみる。うん、そうね、体の予備動作がなんかなくなったね。なんか変な腰の回転がなくなったんだ。これが減った。うん、それ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 。これとこれが減った。でも俺みたいな素人から言わせると、そのそっちの方がなんか振ってる感あるよね。昔の方が。昔の方があった。みんなに言われる。うん。昔みたいに振らなくなったね。うん。でも昔より手は振ってるよ。へえ。へえ。いいじゃん、そっちの方が低くていい球じゃん。で、重そう。クラブが重そう。15から 10.5? うん、 10.5、 こっちは13でしょ。でも、なんかこう常に18ホール気持ちくれるのは、最初の5ホールはこっちの方がいいんだけど、後半がきつくなる。だから今ね、これ2本入れて14本入れてる。カッコつけてんじゃん。カッコつけてんじゃん。カッコつけてない。あ、そう。はい、お疲れ様でした。今日もたくさん練習しました。皆さん、そしてニゴルフマーカーもよろしくお願いします。まずはイベントで先行発売ですが、そのうちね、いずれネット販売もやるんではないかなと準備中です。思ってます。バイバーイ。YouTube の。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。